お次行っていいですか？待ってくださいよ。わかりました。次のナンバーはミュージカルサウンドオブミュージック。ちょっと説明しますと、トラックファミリー合唱団の物語は名作ミュージカルとして多くの人に知られ、金曜ロードショーとかでね放送されたり、近年では劇団四季が公演しております、このミュージカル知らない人でもドはド、夏のド聞いたことあると思うんですけどね、これもサウンドオブミュージックの挿入歌だったりするんですよ、ね、今回ね歌ってくれるのは私のお気に入りっていうねナンバーなんですけどね、僕ね実は関東出身なんですけれども、この曲ね京都の音楽というイメージがすごく強いんです。多分皆さんにあまりないのかなという。そうだ、京都に行こうと JR の CM に使われていたわね。そうなんだよね。そのイメージがすごく強いんだけど、まあでもそれだけ耳に慣れてる曲でございます。じゃあ歌ってくれるのは ミュージカルサウンドオブミュージックより私のお気に入り。それではどうぞ。バラの花びらに転がるしずく、ちっちゃな子猫のピンとしたおひげ、温かい寝袋に茶色の包み、それが私の好きなもの。丘を走るミルク色の子馬、出来たてのリンゴパイアップスプール、クリームHa ha 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 ha!